もう質問がでもなくなっちゃう中段行になっちゃうんでょっとやめます。待って。なんなければちょっと編集。あの編集でやります。はい。あの宣伝も兼ねてるのね。はい。宣伝も兼ねて。あ宣伝も兼ねて。ありがとうございます。はい。今日はじゃあ田村さんの番組にゲスト出演させていただきましたけども私が質問するというですね。 ありがとうございます。で、タナさんがあんまり選手との交流があんまないので、私はちょっと今日はもう改めてですね、光栄だということすごく光栄です。に。ちょっと待って。これ私のチャンネル。そうなんですけど。そうなんですや、一応質問が私なので、本当光栄でございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。えっと、これコラボの企画で、菊ちゃんのチャンネルで私が質問して、 えー、この私のチャンネルでは、菊ちゃんが質問してもらって、ありがとうございます。すというはい。はいえー、ありがとうございます。ちょっとお手合返して。<laughs> まあ、久しぶりですね。で、本当に、うん、何年か前ですね。もう1年か2年か、2か出させてもらったんで、うん、ちょっと、すぐ出れるのかなと思ったら、全く出る場面がなく、あの、ずっと紙プロを読み続けているというですね。 誰が出るわけでもなく、まあ、その選手は、やっぱその、そんなに選手の知り合いっていうのは、呼んでやってるわけじゃないですもんね。うん、なので、声だと思ってます。何個言ってるのか分からない。<laughs> すいません。いや今日、十分、はいはい、質問ちょっとさせていただきたいと思んですけど、はい、本当によろしくお願、はいします。えー、っとですね、まあ、ばン,バンあの答えていていただければいいと思いうんですけど、僕、まずちょっと聞きたかったんですけども、うん、プロスカイに入った時に、うん、入る前でもいいです。直前でもいいですが、はい どこまでいけると思っていたのかなってのすごい気になってんですよね。で、目指してたものは一体何だったのか、うん、一番なのか、うん、本当普通にただプロでやりたかったのか。で、実際は正直僕はもう入団入門一回させてもらった時は、22歳だったと思うんですよ。めちゃくちゃ早くてもうちゃんこまんまやってなかったんで、もうセミファイナルとか、下手すとメイン多分近けやったと思うんで、あ,<ー>あの、 その状況どう受け入れてやってたのかなって、まあ、質問が多くなっちゃうんですけど、その、うん、どこを目指してやって、なんでその22で、なんかそういうメインとかセミとかっていう、どういう気持ちでやってたのかなとかですね。うん、ま、そもそもど、どこを目指してたのかっていうのが、うん。まんのかな、染まんないのかなっていう僕のレベルとちょっと違うんですよ、うん、そこが。これあのー、はい、国会で質疑やってま手短にお願いして。手短にお願いします。質問は手短に<て>。いや、ごめんなさい、すいません。 えっと、なんだっけあなんでちょっとどこっ、うん、どこを目指してたのかなっていうのが、うん、ああ、どこを目指してたやめるとは思ってないですもんね、もう全然。やめる、あれは。その、うん、そうね。それがすごいなと思ってです。あの、まあ、もともとは、藤浪達郎さんに憧れて、えーはい、プロレスを、プロレスラーになりたいなと思ったんだけど、はい でそこから中,、うん、中学、高校になる頃に、はい、高校ぐらいか、そのはい、前田さんたちが UWF がチーム、はい、の業務提携。で、そこで UWF っていうの存在、まあ、前から知ってたけど、はい、こう間近にテレビ中継でテレビを見るようになって、はい、でそこから、まあ、プロレスラーになりたいなっていうのがあって。うん で、たまたま私が高校卒業するときに UWF が、新生 U が、旗揚げする年だった。ああ。4月。なるほど。はい。まあ、旗揚げは5月なんだけど、会社設立したのが多分2月とか3月。1988年の2月とか3月。で、その年に高校卒業。ああ、タイミングが。うんうん。で、ばっちりで。はあ。で、もう U に決めようっていうメッセと。そです。 新日じゃないんですね。あの、新日は、えっとね、一応履歴書を送ったんだけど、ええ、返信がなくて。あ、そうだったんですかうん。だけどもう、優が働いた時は、もう、ういや、ここにしようってこう決めて。で、そこから、まあ、プロレスラーの道を歩むんだけど、結局、多分、あの、私たち格闘技を、練習って格闘技なんですよ。はい、はい、いはい、はい、はい。 でそこで強、強さとかの憧れが芽生えてきた感じだから、<ー>ちょっと私がね、新日本プロレスに入ってると、あ<ー>まあ、プロレスラーには慣れたと思うけど、えー、そういう強さへの憧れっていうのは生まれてこなかったと思うから。プロレス入ってからいろいろなんですね。強さの憧れが出たりとか。うん,う,んうん。とりあえずプロレス入ってからなんですね。入っていろいろいいね。あ<ー>はい いや別に、元からメイン貼ってやろうとか、そういうのないってことですね。イメージは別に、入門前は。<laughs> 全然ない。ない。まずね、段階を踏まないといけないから。ないですね。全然分かんないってい状況でやってたっていう。うん、とにかくプロレスラーになる。ああ<ー>、なりたいっていうのが夢だったから。はい。うん、22で早かったですよ、なんか。もう、ボーンって名前が出てるのが。いや多分22ぐらいだと思うんですけど。ねね、はい。 全然そんなことない。そんなことなくないですよ。<laughs> あの、22で、多分その子カッキーとかと、ええー。武道館で試合をさせてもらった時あるけど、えー、でも、全然ですね。夢中でやってたから、そういう実感がないんですね。うん,うん。<ー>なるほど。もうそんな感じに映ってた <laughs> はい。いや、もう、だから22でセミとか、うん、まあ、ワルインターの時だと思うんですけど、<laughs> うん じゃ、こ、こんなに早くこんな風になると思って、やっぱりやってたのかなとかですねで。じゃあ何を目指してたんだもっともっと上を目指してやってたんだとか。うんうんうん。うん、うん。なんか思ったよりも早くなかったですか自分の思ってたよりも。この、まあ、U インター,ーがたまたま独立したっていうのもありますけど。うん。うん、あれ、なんかいい状態にいるなって、ずいぶん早くにっていう感覚ありませんでした。いやーーそれもない。それもない。いや,ーー <laughs> やっぱ必死なんですね。 なな生き延びるのに必死というか、<ー>それもわかりますね。ないですね。あんまりでもね、そのメインを張ろうとか、うん、そういうのは全くなくて、なえぇ、ー、うん、船、まあ旧、旧、えー、UWF の時は、まあ、船木さんが入ってもうすごいあの人、筋骨流々しよかったかと。ねはいはい、船木さんが憧れたり、U <ー>インターになって、 やっぱ高田さんに憧れたりんまだね全然上に憧れてる人がいるとそういうふうにはならない,いなでもどっかで多分25とか6とかな,る<う>なった時にうこう自分の道っていうか、はい、どっかで空向けなきゃいけない時が来ると思うからうなるほどなるほどだから20前半は全くああそうなんですねあそうな、ね、んですねあんにしか見なかったです めちゃくちゃ安泰な、ラッ、すごい人がいるなっていう感じで見てます。今、ラッキーって言うんですね。ラッキーって言うんで言って、言って。まあ、まあ、運は良かったと思うんですよ、でも最初の段階。いや、運は良かったですね。だって武道館、医療国とか見てましたからね。田村さん22ぐらいだったんですよ、多分。はい。じゃあ、これ1個の質問ですね2個目なんですけども、入った時に、この、やめたいなと思うほど、自分の思っていた、 えー、以上のプロレスの過酷っていうか何か経験っていうかありましたかそれはないですか思ってた以上の、うわ、これ、こんな練習だとか、<ー>こういう人間とか,とか、そこですね。そうね、俺に、ね、一回だけやめたいな。あったんですかうん、やめようかなと思ったのことがあって。えー、で、ですね、これね、ちょっとあまり言えないこともあるんだけど、あのー。 ま簡単に言うと、俺の同義が練習中に亡くなったのよ。はい、ああ。で、その時、そのもう、その後かな。同期だったんですね。<laughs> そう。でも一人で、ああ。また雑用一からやって、はい。でも、すごくこう気がめいてる時かな。<ー>その時に、もう、あの、あ<ー>うん、続けるとやめ、うん、 やめようかなっていう気持ち何歳ぐらいですか ?18。あ、18ですかうん、ああ<ー>。それぐらいが、あとはもうない,、ね、ういうで、ね。あ、うんね。結構きつい練習してても、それが当たり前だと思って。まあ、キッチンもそうだろうけど、いいいいそれが当たり前だろうと思ってたから。当たり前だろうと思ってんだけど、やめちゃうんですけど、僕の場合は。 <laughs> <laughs> いや、やめない人とやめちゃう人がいる <laughs>、まあまあ。なるほどね。はい、まあでもね、環境もある。俺お、岡山から出てきてるから。ああ、なるほど。あの、まあ、ちょっと格好具とも、こくう。うん、くう戻るところな,、うん、な,ないっていうか、退路を立ってきてるから。はい。だから、もうそこを、今入門したところでやっていこうという気持ちが強かったから。なるほど。 だそ,れそれぐらいかなあ,、ね、あとはまあ練習にしても何でも限界。<ー>腕立て、スクワット限界。全くじゃそういうことではない、ないんですね。やめたいなとか、そういう,ういプロレス界のこんなきつい目にあったって、なんかそういうんじゃないですね。ない。全く。わかりました。はい。3つ目なんですけれども、うん、一番人生で影響を受けた人は一体田村さんにとって、結局、今ですね、うん、誰だったと考えますか 影響を受けた人,で、はい、人生で、まあ、格闘技家じゃないかもしれないしプロレスラーじゃないかもしれないですけど本当にこの人にちょっといて、うん、っていいうのは言ますか <laughs>、えー、菊田大先生ですから。いや,いや,い,やいや、でもね、れねそれはないですから、いやいや真面目にちょっと話はそれるけどあのやっぱり10代、えー、20代、30代、それぞれ影響を受ける人っていると思う、えーえー で、10代はやっぱり藤波さんだったり。はい。で、20代は誰だろう前田さん、高田さんとか。まあそうですよね。業界で言うとね。はい<っ>。うん。で、30代は誰だろうな。最も一人なんですけどね、これ。質問的には。誰が一人とか。最も一人影響を受けて、この人がいてくれて、自分でやっぱこういうふうになったんでよかったっていうの。いやー、それはないな。それはないですね。<ー>なるほど。まあ、強いて言うのは両親ぐらいかな。おー。 あ、そうですか。う,<ー>うちね、ちょっと、なんかやや、ややこしくはないんだけど、はいえー、もう昭和の家庭でん<ー>、親父がまあ九州男児的な感じ。<あー> <laughs> やる<ぞ>だから、まあ、これあんまり言ってないけど、はい、初めて言うかもしれないけど、はい、<え>うちの母ちゃんを楽にさせたかったっていうのがあるんだよ。あ<ー>だ苦労してきたから、だから、<laughs> あのまあだから岡山出るときも東京に来るときも、はい、もう絶対成功してああなるほどあの成功するんだって気持ちいいのが強かったかな逆の意味のまあちょっとありがたさですねそれがあってちょっと頑張ってきたっていうああでもそれはあるかもしれない同じような要は家庭っていうかあれを嫌だっていうなんかっていうのはあるってことですね そう。今、こう、おおらかにやってらっしゃるのも、うん、まあ、そうそうそう,そう。ですよね。まあ、それは分かります。かまあ、早くね、もう、家出たかったっていうのはあるかな。あ,あ、そうなんです、ね、だ。まあ、そこを言う、そういう、だと、まあ、強いて言えば、その、両親ですね。そうですね。はい。いやー、すごい、いや、面白いです。うん、はい。いい話を。 ええとですね、アブダビの時にちょっとすいません、僕がですね、これ説明したなんですけど、スパーリング大型試合にもう舞い上がっちゃって、はい、スパーリング、え、アブダビの試合どころじゃないんですよ、もう。うん、あの、タムラさんがいるってことで、ここからも目立たなきゃいけない、え、うん、って、まあ試合の前にして、ねね、試合前の練習の時やっちゃったんですよ、前の日に40分。40分かな <laughs> やったね。え本、ーうん、ほんと、タムラさんも。 めっちゃくちゃ、ある意味、本当は怖かったですよ、あれは。<laughs> どういうこといや、もう、あのスパイが本当、ぐっと熱の入る、うん、なんつうのかな、もう本当になんつうんですかのこの、えー、ごごごなんもう、わわかる,かるもう、すごい、はい、とにかくですね、うん、凄さというか。あれは例えばね、キグちゃんが悪いですよ。あの、ムカつきましたかっていう。<laughs> 全然ムカつかないですよ。あ、本当ですか全く、全く全く。かった。あの、たぶんあれ、経緯で言うと。ムカつかない。あんな僕やるたムカつきますけどね。その当時の背景で言うと、木口はまだ。ファンカス出だしですね。そう。で、で、私はリングスで。もうメインですよね。あの、トップ行ってて。で、たぶん、俺ね、木口道場とかで稽古行ったりとかしてたから。はい。で、 そういう、まあ、プロレスって格があったりするじゃん。んだから、その、格があるのとないのが練習するっていうのはなかったんだけど、でもあんまり、もうリングスに入っちゃうっていうと、ん、私は菊池道場も行ってたし、うん、やっぱ菊ちゃんとも、いつかやんない、いつかやるっていうか、うん、練習中に、それをこう、俺が避けるようだったらいけないかなっていう気持ちもあって、でも、きあ,あれ菊ちゃんから言ってきたよね。 言って、あ、練習はそうですね。お願いしますって。そしたら、タ村さんが、もう、もうやめなかったんですよ。違うよ。違う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 。最初ね、俺は、試合前だし、妄想を伺ったんですそれはわかります。どの程度で来るかガチで来るから、それは俺も合わせなきゃいけないと思って、もう、それでこう、ガチになった。タワーさん、ほんとに、もうやめようって言わないんですよ。すごいなって、ある意味。 え、その時どう、や、もう、もうそろそろと思ってたいや、思ってますけど、いや、すごいなと思いました。やっぱり、その、執念というか、その、なんていうのかな、もう絶対先に言わねえぞ、みたいなちょっと、なんつうんすかね、意地というか、だから、すごい感じましたね。いや、それ、まあ、そういうの好きですけどね、そういう男の世界というか。でも、あそこまで行ったら、どっちかが一本っていう感じですよ。まあ、結局止められて、 止められた。うん。すごいっすよね、これ。最後誰かが止めりゃいそうそう、止め、止められたけど、俺の記憶では、キピちゃんがスパーお願いしまってやって、で、俺は最初ね、軽く流してる。もう、もう、もう、存じております。そう。そしたら、ガッと押さえ込みも来るし、あ、これは気、気が抜けないなって思って、俺もちょっとスイッチ入れ替えて、で、そこでもう3、40分、もう、 こう、お互いのう押す、押さないっていう。うお互い押し合ってたかな。で、俺はもう、これ一本決めるまでやめないっていう。うなん、そうそう。まあ、どっちかだね。い。やいや、なるほど。うん。で、どうだったやっぱり。いや、めよう。いや、やめたかったんですよ。僕もだけど。だけど、やっぱり僕がやっちゃったし。でも、で、なんて言ったらいいんですかね。すごい、その、田村さんの、 根っこのブームの強さを知りましたね、僕はね、あれで <laughs> あ<ー>。ああ。ええー、なんか本当いろんな意味で。はいはい。いろんな意味で本当に強いんだかっていうなんか。はいはい。ええー、全然こう、うまいうまく動けなかった。だから僕はちょっと語弊があるとあれなす、うんそ,のね、その、やっぱいいとこ見せたらっても,もちろんあるんですけど、い、うん、や嬉しいってのはですそがあって、自分はここまで来て。 あの時は落第してる自分なんで、どこまでやれるのかっていうのがすごい試したいっていうか、試合さながらになっちゃったってのは、いやいや、でもそこはね、あの、キちゃんが翌日か翌日か試合やった時に、あの状態でよく実際俺の1試合入るじゃん。1試合じゃないな。いやもうダメなだけど、試合分ぐらいあるな。ありますね。ちょっと若干終わったなと思いました、僕次の日からは。 でも、あれで世界一取ってるから、いいだから逆に、俺は世界一の人と引き分けられたっていう、3、40本引き分けたってい,ういや、私一番きつかったっていうね、称号がいただけたんで。いや、すみません、怒ってな、な、まあ、怒ってが、ムカついたかっていう質問だったんですけど、すみません。がいさすがですね。<然>えー、次の質問です。うん、えー、リングス時代の話なんですけれども、はい、ボルクハンという選手がいまして、でボルクハンは、はい えー、僕はリングスの中でどれぐらい強いのかってちょっとよくわからない。うん、まあ動きは外れてます。うん、ところが、あの、KOK ルールの時に、ノ、うん、ゲイラーとやった時に、あ<ー>えぇ はいはいはい。ハンって結構強いえなって、うん、本当この線だってちょっと思っちゃったんですよ。ちょっと失礼かもしれないですよ。うん、で、田村さんそのハンっていうのはあんなにやると思いましたかっていう質問と、うん、さらに、えー、そんなのよりね、実はね、もっとおっかねえ選手、実はこいつはおっかなかったんだみたいな選手って、リングスのいましたかっていう。 でも、半、まあ、ちょっと二つになっちゃってるんですけど、その、その辺でどう考えてたのかなってちょっと興味あったんですね。ハンってあんなに逃げらと、いや、判定多分、ンだけだったりしますし、あーあーなるほど。いや、元からんくらいやるでしょっていう感覚だったのか、うん、あもしくは、いや、別にもっと強い選手いると思ってたよってリングスでいっぱいっていう感覚だったのか。あ、でも、もともと、やるとは思ってましたけど、えー、はい。 通って言ってんだあ。あ思ってましたね。やっぱりうん、全然、全然。やっぱそうなんです、ね。あのー、まあ彼、ハンの特徴って、やっぱ手も長いし、指も長いし、はい、で、サンボはもう一級の選手だから、ああ<ー>。だから、まあ、やられるとしたら、その、パンチ系じゃないのね。あ<ー>でもやっぱり、ノゲーラも、その、寝技の選手だから、うまく、こう、噛み合ったんじゃないかね。もう、やっぱ、ああいう試合、俺、あんまりね、じっくりは見てない。ああ、はいはい、はい。 そうですか。うん。やろうと思ってたってことですね。あ、全然やる。あ、なるほど。ああ、そうですもう一流の選手ですあ、そうですか。あそうですか。ああ、これちょっと聞きたかったんですよ。ちょっとマニア向けになっちゃうかもしれないですけど。あれ、ありがとうございます。まあ、あの、あとはその、なんか嫌だっていう選手は、もうオランダ系だね。あなるほど。オランダ系はバーンって入れてくるから。もう、気が、オフレムとかですか。オフレムとかもやっちゃうね。 ビッグフライとか、ナイマンとか、タリエルも、タリエルとかもかな。大きさが違いますね、そこそこ。あの、アブダビの前日練習でキクちゃんが仕掛けてくるような感じの選手が多かったです。確かに。あ、おいや、言うてかもう全然体のじち違いますからね、奴ら。うん、ね、そう。ちょっと怖いっすね。気が抜けなかった。そう、気が抜けないね。だから、そうそうそう。 いや、僕、わかるんですけど、日本人選手やられた時も、あの、絶対負けれないじゃないですか。ある意味。あんなの、よ、一番きついですよね。そういう意味では。いや、絶対まさか勝っちゃいけないっていう。試合って相当きつくないですか単純に。ええ。まさか絶対で、ナルセ戦もそうですし、山本さんの試合もそうですし。で、みんな負けられないってことでしょはいあ、で、そうそう。で、ま、さ、なんかも な瀬選手とやって、なんか、骨折ですよね。僕もな瀬せさんと骨折したんですよ、確かに。で、この間来ていただいて、ここにい本当にあ、近いかなそうなんですよ。で、僕は骨折させるの得意ですって言ってました。多分田村さんと僕のこと言ってるのかなって。鼻を骨折するの得意なので。あ、鼻折れたのなんか折れたですね、多分ん。ええ。あ、と曲がってるん。あ、もう全然息できてないんで。 あ、治してないの治してないです。手術したいんですよね。あ、じゃあ、どっちかが、そうです詰まってる。い。あ、それきついね。そうね。俺に治、曲がってう治したのよ。そんなことできないですか病院行って。ああ、なるほど。その日に。そうなんですよね。あ、きついね。はい。ちょっと手術を、これ、あんまりやりたくないです。いっぱいゼリしますやつ。あ、わかりました。え、これなのでしたっけ母の あ、これ、こっからちょっとだんだん質問がハードになってきますけど、え、これちょっとこで一番興味あるんですけど、高田さんにですね、神経症発言されました。あの時に、いろんな質問する人いるんですよ。その時の高田さんとの関係はどうだったんですかとか、なぜああいう風になったんですかとかね、ってあるんですけど、僕はそこじゃなくて、なぜ、 なぜわざわざその真剣勝負って言葉を使ったのかっていうのが、すごい謎なんですよ。なんで田村さんがその、言わなく、だから、なんでなんですかってわざわざ。っていうのが、えー、まあ、関係性も気にする人もいるしあれなんですけど、僕はそれよりもそこが聞きたいです。どう,、まあ、どういう意味、まあ、なんでなのかなってちょっとよくわからないんですよね、僕は。えー、ああ、ね、<laughs> あえてですよ。 うん、あえて言うって何あえてって、だからそれは単純な意味なのか、複雑なのかもちょっとわからないですし。意味がわからないです、ね。でもね、ええ、そこは、はい、あのー、もう、高田さんと関わることはないんじゃないかっていう状況だったのよ。はい。ユうインターのなんとなく。なんとなく。はい。で、まあ、あんまり、えっ、ー、と、流れだけ言うと、ええ まあユーインター新日本と対抗戦の流れがあったでしょ。ええ、でそこから、えー、ユーインターはもう新日本の方か、はい、で、俺はまあ、こっち、対抗戦の乗らなかったから、はい、ちょっと2つまた分かれるんだけど、はい、で多分その時ユーインターもいろいろあったし、えー 私自身もいろいろあったし。選挙もありましたよね。あ、選挙もあったね。ですよね。<ー>で、その間にメインをずっとやってたっていう、うういうことで、その方向性がちょっとずれてきたんで。ずれてるね。で、もう守んなきゃいけないじゃないですか。うん、その中での、あれもあったんじゃないかと思うんですけど、なんでそこでその、あの発言なのかっていうのが、 わざわざうう自分でもね、よくわかるか。<laughs> でも、あ<の>相当あれ、あの雑誌っていうか、うん、反響的には、まあ僕と違ってやっぱ、うん、いいところでやりますよね、ああいう発言を。<や> <laughs> <laughs> あのね、の話題に計算してないんでい。言えないっすよね。あの絶妙のタイミングで。うん、相当盛り上がったんじゃないかなって。 思うね、いやいや、それはね、あの、客のためにはやってないから。まあ,まあまあまあ、それは、それはそうです。それはそうです、ね。もう、高田さんに対して、やっぱね、高田さんと俺の関係もすごくね、あのー<ー>う、因縁、因縁っていう、因縁じゃないな。俺はね、よくしてもらった方なんはい。でも、どっかで、俺も高田さんを離れなきゃいけないっていう時期もあるし、うーん。あのー、なんか自分、 が、高田さんとは離れたくないけど離れなきゃいけないかなっていう、うん、時期だったんじゃないかなと思うしっ<ー>インターもいろいろあったし<ー>高田さんと、まあ、一緒にやっていたい気持ちもあって多分あ高田さんはもう俺のことは気にしてくれないんだっていう。うん そういう嫉妬的なのもあったし。そんな複雑なことがいっぱいあったんですよね。いや、もう全然一言では語っない。あの、純情を追って、なんか歴史を振り返らないと。へだからね、一言でそういう、なぜ言ったんですかっていうのは、俺がちょっと変われないですから。ああ、でもそれが答えだっていうのはなんかわかりました。ん。 いや、ありがとうございます。まあ、若毛のイタリー的にもある。あですね。だいぶ。<laughs> いや、どうなんですかね。かね発言だったと思うんで。いや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 、うん、どうなんでしょうか、それは。ちょっと暖房つけてもらごめん。えっ、ー、とですね、次なんですけど、もうそろそろ、またもうちょっとで終わります。えっ、ー、とですね、うん。もうちょっとで終わり。まだ、もう言われえっと、十個ですから。うん、えっと、桜庭線のですね、言ってみました。あの、えー、だいぶ長引きましたけど、うん、田村さん、桜庭戦ですね、うんで。あれは、あの、吉田小川線が、 あのメインになってる時に、うんえー、今メインって決まったのか分かんないですけど、うん、かなりのオファーが来てたんじゃないかなと思うんですがあれをもし小川義田戦じゃなくて主催者が田村桜庭戦をメインでやりますよと、うん、お願いしますって言って、うん、一番いいテレビのもう満員超満員の、えー、でオファーをもうバーンとお金も積んで、うん、ちゃんとやって誠意、うん、を見せてやってたらやってましたか やってないね。やってないやってないやってない。あれ、なんか予想と違ってたんだ、これ。うーん。いや、でもね、やったかもしれないけど、えその、やったかもしれないんだけど、やってねえと、あの、お金じゃないのよ。まあ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 。お金じゃないから、多分。じゃあそのお金をこうこうこうでっていうより、その環境が田村桜庭でやるっていうふうな状況だったら、もしかしたらやってたかもしれない。 ああ、そうですか。だから最後の、そうそう、そうそう。だったのが、お金ああ、そっちか、そっちか、ああ、それをプして、やっぱりメインで、それを全部一番こっちをクローズして、アップしてっていう大会自体をですね。うんうんうん。だったら、ちょっとやってた可能性があるんですね。いやいや、あります、あります。いややっぱそうなんですか。だから、私たちの歴史、その U の歴史を含めて、プライドっていうのを超えた上での、高田さんも含めてだけど、 あの、そういう意味で、うん、や、なんかそういうシチュエーションだったらやったかもしれないけど。うそうですか。一応まあ今、今はこうやって言うけど、はい、<laughs> 若い、若い時の俺だったらもしかしたらやらないかもしれないけど。ああ、ね、なんかね、いろいろね、二つ考えあってる。はい,はいはい。選手目線と、こう自分が、その、 第三者的な目線とあって。うん、だから多分その、キクゃんの質問に対してはやってたかもしれないね。うん、なるほど。たと思ああ、なるほど。うん。あじゃあ、予想、ちょっと当たってたかもしれないですね。はい。まあ、そういうことなんじゃないかなと思ったんです、ね、<laughs> はい。うん、えーっとですね、えー、次はですね、今、 振り返って今の、まあ現状も含めてなんですけ、うん、満足しておりますかっていう質問なんですけど、まあそれは何かというと、うん、過去に戻れることないですけど、な、な、戻れたとしたら、なんかこう、新日本プロレスっていう選択もあったから、何があったからって、こうなんかこう、あ、これちょっとやってみてもよかったかなみたいなのってあるのかな<ー>とか思ってですね。全くないのかいや俺満足だよ、もう十分やったよっていうのももちろんあるとは思うんですけども、うん、それをどう考えてるかなってことなんですね。戻って だから、なんだろうなぁ。ないですかね。もう、かっ、くりなし。うん、悔いは、あの、ちょっと自分のこととは離れるけど、プ、はい、ライドとか総合格闘技っていう一つの競技が、はい、あの、一つの組織で、はい行ってほしかったなっていうのがはい、はい。ああ あのなるほど。みんなバラバラになったりもするし、はい、選手の取り合いがあったりとか、はいはい、人間関係ともめたり。はい、だ本当の理想で言えば、そういう格闘、プロ野球、<ー>プロサッカーみたいにたい、ねうん、プロ格闘技っていうのがあると、はい、あの、なんていうのかな。まあ、それはもう実現不可能だけど、はい、やっぱ、ね、菊舎もそうだし、えー、その先代わ、私の先代である子、こう、 高田さんとか、前田さんとか、うんうん、宮津さん、中野さん、安城、うん、さんも含めて、うん、山崎さんも、そういう方々に、やっぱり、歴史が伝わっていくかなっていうふうに。ああ、なるほど。ああ、確かにそうですよね。だからプ,プライドっていう格闘技がずっと残ってたら、うん、じゃあ、田村あ、高田さんが入った、菊田が入った、<ー>田村が入った。じゃあ、どういう人物、どういう,こう系譜なのかとか、はい、なんか、 その遡って、まあ、高田さん、高田ヒクソンからやっぱ始まったじゃん。ん日本の総合格闘技って。はい、まあきょ、ちょっと大きいところだよね。はい。だからそこからやっぱりスタートしたから、んなんかそういう格闘技自体がちょっとメジャーになって、<ー>うん、歴代の選手が、こう、歴史を作ってもらえたらなっていうのがなんか理想かな。 あの、第58代とか六代ずっとそうです。質問ある。はい。そんな感じで格闘技が、うん。あの、継続してくれてたらなとは思うけど。ユーインターの時が一番なんか団結してみんなでシリーズ行ってみたいな、そういう楽しかった感じですかユーインターは楽しかった。そうですね。なるほど。なんか質問が違った。あ、すいません。いやいや、いやいや、いいんですそれでいいんです。はい。それでいいんです。じゃあもう、 そこですね。まあ別に自分があの試合やっときゃよかったらそれはないってことですよね。過去のなんかこの新日本プロレ、うん、スあるいや、まあ、どういう。い,い一例で言うと。まあな、ないです。うん。確かにないですね。あの、さっきの僕は桜庭、すみません、こうちょっと入っちゃうんですけど、うんうん、桜庭さんと田村さんがやった時に、田村さん勝ちました。うん。うん、そして、私はその数日後に吉田さんに勝ちました。うん。 それで来年僕は田村さんと、はい、ほうほうこの二つ対決て、で<ー>本当にこれないです。僕はもう、越されたし消されてましたから。ね、でここで田村さんがもしやって、うん、本当僕にバーンって勝ってたりして、私は裏の、裏、どちらか裏の選手だと思ってるんで、田村さんとか相田さんに比べるとですね、本当の王者になったんじゃないかなと思います。 あ <laughs> いや、僕とやるって、やっぱね、どうしても、ないと思うんですよ。歳、うん、も下だし、多分そういうあれもないと思うんですけど、なんか、やっぱり吉田、うん、菊田センター田村さんと澤田さんやっ,やった。で、次の年やったらもう全部総取りなんですよ、<ー>面白いね。あ <laughs> いやいや、今考えると面白い。<laughs> いや、だけどそれって興行的にはやっぱ僕はもう地味寝技あれだし、田村さんもね、やっ年下やる意味ないな。うん 名前もちょっとやっぱ多分さも、で、自分も、というよか抜けてやったんで、はいはい。そんなのやるしないんですけど、うん、本当の意味で僕は残ったんじゃないかなそこで、パンパンパンって最後。私は負けでいそうになっちゃって。<laughs> 今、2009年ぐらいでしょ、と。はい。菊ちゃんが、吉田選手。そうですね、年。はい、吉田選手ったの。はい、だからそれがもう20年ぐらい、15年とか後になってたら、はい、今、この時代とできてたの。 本当ですか。戦国でしょはい。で、プライドじゃない、プライドかなはい。俺やったのって。えっと、ダイナマイトじゃないですかあ、ダイナマイト。だからそこから、やっぱちょっと、管轄団体の感覚が違うから。そうっすよね、ずれましたね。俺とピクチャーがやるっていうのは、多分の実現は不可能だったから。そうですかね。ダイイナマかでも 次の年でも合体してたはずなんですよ。その二つの。あ、そうなんだ。ところは田村さんも多分それから出てないですよね。あんまりそっちの、なぜか。桜庭戦が多分最後だと思うんです。僕は違う理由で出なくなっちゃったんですけど。<laughs> あ、そうなのどうなのいや、干さ違う理由で、あの、自分の理由で多分出てないですけど、いやー、それ、僕、今度、船木さんとプロレス出るんですね、もう、やってないの、船木さん、田村さん。やってないですよ。まあ、いっぱいいますけど、もう、本当に一回肌合わせたかったですけどね。あれ船木さんとやってるやったことないですよ、一回も。うん。田ンクラスでも。はい。ない。あ、そうなんだ。船木さんだけなんです。だから、 アドバイスをぜひ、またお願いしますってことで。ええ、<laughs> <に>いやいや、船木さんは合わせてくれるから大丈夫。合わせて、いや、そういう、それはちょっと、うん、<laughs> あの、合わずっていうのが、ええ、あの、えっ、ー、と、そうですか、うん、柔らかい合わし方じゃないそうですか。船木、うん、<laughs> さんは、あの人は、俺すごいと思ってるのは、あ,<ー>あのね、言う、新声言うの時はもう、あの人すごかったね。天才的な。いや、天、天才。へえ。 あの、格闘プロレスで言うとね。ああ<ー>。プロレス、その、新日のプロレスあんまり見たことないけど、<ー>格闘プロレスで言うと、あの,あの人は天才だね。まあ、すごいし、ね、あのかもちろん格闘技の実力もあるし、あの、なんていうのかな。あい、売られた喧嘩を買う。ええー。買って返す。ええー。で、船スさんが勝つ。えー、で、相手もちゃんと引き出す。 へー。すごいよ。面白い。あの、ここ、異常に語源ある言葉だけど、あ,<ー>あの、船木さんの、ああいう、精神的な駆け引きはね、俺、すごい。そんな深いっすいや、深いよ。すごいっすね。すすねうん、深い。すごい深い。へぇー。ずっとね、眼科邸やってて、試合してなかった。え、はい、だから、ずっとね、エップのサイドから、もう、ほぼ、毎試合、 一年間ずっとその生でライブで見てるから。で、船木さんと中野さんとか船木安城とか。すごかったですよね、なんか。いや、すご,い <laughs> すごかったですね。中野さんも話もー、えー、はいはい。でも、あそこのね、あの、 なんていうのか、相手に合わせるんだ、合わせてないんだけど合わせてる。絶妙なね、駆け引き。合わせてないと思ってました、全く。合わせて、合わせてないけど合わせてるんですよ。へえ、すごい。あれはすごいですよ。そんな意見があったとは。うん、なんか解説したよ、俺、船木さん。そうですか。うん、あ、ここ中尾さんちょっと切れたぞ、とか。あ、ここなんか船木さん切れた、とか。らあ、そうですか。 いや、それはちょっと、参考にさせてもらいます。な、うんだっけ、質問。いや、あの、なんだっけ。あっけまあ、ちょっと、話がですね、うん、最後の、えっ、ー、と、えー、そうですね、あれ、船木さん。ああ、まあちょ、僕が勝手に出しちゃったんですけど、今のな。で、最後ですね、うんえー、最後じゃないです、ね、あの、あと2つあります。すぐ、うん、えっと、今、ブリックイングダウンだとか、いろんな、いや若い選手やってますけど、うん、まあ、それは興味ないと思うんですけども、うん、今書くときっていうか、その、目指しますか 新日本プレス、今人気ある一番人気あるプレス、えー、格闘技はブレイクダウンダー、うん、ライジンあります。うん、この時代に生まれてきたら、あまあ目指して自分は自分のスタイルをやるのか、それとも多分興味が出たのかどうかっていうところもあると思うんですけど。ああ<ー>、うん、新日本にだったり、はい、まあその格闘技のブレイクダウンとか、ね、ライジンとか、はい。今の時代で生まれてきたらやってたんでしょうか <laughs> 果たして。 そうね、やってあ、やってないような気がする。やってない <laughs> でもやるとしたらブレイキングダウンかもしれない。<laughs> そっちなんですかうん。やるとしたわ。うん、まあ意外な言葉が今日。あの、結構ね、ブレイキングダウンって浅いじゃん。はい,はいはい。あの、えー、し素人。 素人という格闘技をやりたいなって思う人が、まず多分ブレイキングダウンとか、はい、そういうのメニュー、やってみたいなって。はい、それはもう浅はかな考えなんだけど、うん、素人考えで。うん、だけど、本物の格闘技っていうのはそう,そうじゃなくて、うんあの、ブレイキングダウンっていうのはまあ極端に街中であ,のあなた出ないって言ったら出れるわけです。うんうん、だけど、 そこはね、まあ、格闘技やる入り口としては、そういいと思うんだけど、んそれ以上の上になると、やっぱ、キクちゃんもそうだけど、格闘技のテクニックが、寝技だって、はい、抑え込み一つでテクニックがいるわけで、だから、そういう意味でやるんだったら、ブレイキングダウンかなと。なるほど。で、見て、見て、あ、これやりたい。 浅かな考えで言てるんです。で、もちろん KO されて負けるかもしれないし、で、KO して勝つかもしれないし、で、勝って、そこでまたさらに自分を追い込んで練習して、自分のテクニックを磨いて、たらまたちょっと次のステップにい。や前向きに見てますね、ちゃんとでも。はいはい。いやー、意外な答えでした、それも。はい。意外ですか。最後なんですけども、 ええー、結局、これ、本当聞きたい、まあ、ことなんですけど、うん、一番最後なんですけど、はい、田村清志という男は何者だと思いますかって、要するに、自分をどう、どういう性格だと思ってますかっていうところをちょっと聞きたいですね。<laughs> こう、この年齢になっての含め、いろんなことを、まあ、うん、若気のなりリアもありて、さっきもあれでしたけど、結局、何だったのかっていうのを、どう思いますかあ,あの、今、いろいろ今、今ふと思うのは、はい。 あのー、まあちょっと半年後になると意見違うけど、はいはい、岡山から俺こっちにて出てきて、はいはい、で、もし岡山にずっといたら、はい、こう、内気な性格だしう、あのー、それこそ、結婚とかもしなく、えー、一人寂しく、 生活をしてたんじゃないかなと思う。<laughs> ええーうん。で、東京に出てきて、あの、まあ、もちろん厳しい練習も、1年間18歳の時に厳しい練習もそうだけど、そこからいろんな方と出会って、はい、もちろん騙されたりもしたし、はい、経験値がいろんなことを経験させてもらったから、<ー>だから、なん、なんて言うんだろうな。おじゃあ、 全然打ち気で、ちょっと舞台が変わってたらそうなった可能性あると思ってたですね。うん、勝手にスポットが今浴び出ちゃった若い頃のこの流れ、今の。うん、うん、えー、へあもし私が岡山からで<ー>出てなかったら、そうです。うですもう平凡以下のせい。<laughs> さあ、ほプロレスだけなんですね、そこは。田村さんがこう、やりたいと思ったからこう来てこういう流れになったっていう。うそうそうそう。なかったらもう全然違う世界な。 もう地味な打ち気で。うん、どうもそう。まあいいっすか。運動もしてたかしい、もうもいや、本当結婚もできなかったと思う。今はある程度、あの、こういう見られる立場だし、やっぱり寄ってくる人もいるし、はい、で、やっぱり今の嫁だって、俺が世に出てなかったら寄ってこな,なああ、いう感じですよね。うん、なかなか。はいはい。そうそうそう。か確かにそれはそうだ。 そういう意味では、俺がす、ね、格闘技やってなかったら、皆さん、はい、もうもちろん、たさん、前田さんの縁がなかったことだから。そう考えると、確か不思議ですね。<laughs> すね一歩出たことで、全部がこう、うん、いろんな世界の出会って変わってしまったう。そうそう。だからね、もう今、ラストなかったっけ ?50、60、まあ、老後になって多分い面白い、ね、こう、もう一人で、うん 割と一人好きだから。あ,あ、まだす今でませ全然国、苦に。どういうこと今でいや、今で、いや、今もう、やって家族いますから、うん、やっぱ家族いないと嫌だよ、いいよとか、まあもちろんそれあるんでしょうけど、<ー>その発言はの、うん、ないかなと思ってますいやいや、一人も好きですか好き好きです。あ、そうですもう俺、車の中でずっと仕事しながら、5、6時間入れるから。え、そうなんですかそうそう、本当に本当に。ええー。いや、意外な。 うん、そんな感じ。ちょっとまといや、いろいろ来ました。いすごい面白かった。うん、僕の V より全然面白いと思います、多分。そんなことない、そんなことない。いや、相当、素晴らしい。いや、 本当にありがとうございました。いや、ありがとうございます。俺の声こ, <laughs> こっちにありがとうございます。ネっていただいて、本当にありがとうございました。<laughs> 必死に考えました。でちょっと、これ質問じゃなくて、ぜひお願いがあるんですけど、うん、これ不安の方にもですね、ぜひ一つですね、後押ししていただきたいんですけども、ちょっとお願いありまして。はい。れいこれカットするかもしれない <laughs> んですかもうダメ元で。いつもやってますよ、二人で。あの、あるある某方とやってる、あの、二人でやる。でやってますね。ぜひ、あの、今度、三人で生配信やらせていただきたいと思います。いや、言って思いますよね。お願いします。あ、生意志じゃなくてもいいです。三人で出させてください、僕も含めて。ちょっと意味がわかる。あの、俺のチャンネルで生配信をってことまあ、生意志じゃなくてもいいんですけど、あの、ぜひ三人で、 え、出させてください、一回。いや、でも、ひげち広げますからね。あの、会はい。あると思うんで、そ、その時になんか来てもらえる。あ、本当ですかあ、嬉しいっす。プロレスラーはろくな新型。そればっかり。ひについて、みたいな。あの、ちょっとあそこ、あの、僕結構好きなんですよ。 あのー、いやいや相方の方がですね。あー。知らないですよ。もちろん僕は名前しか知らなかったし、うん、あれんですけど、喋、うん、り面白いですよね。面白いよね。めちゃくちゃ面白い。はい、ええー、ああいうタイプの人好きなんで、はいはい、ぜひちょっと、 三人で一回出させてもらう機会があると嬉しいなと。わかりました。相談して。それ前向きに。あ、どうですいや、出てもらってほしい。本方で、すごく合ってます。あの、二人の話。はい、ありがとうございます。面白いですね。はい。じゃそんな感じで。はい、ありがとうございました。ごめん。俺が仕切んなきゃいけなかった。あ、すみません。じゃこんな感じで。じゃあ、りがとうございました。すみません。ありがとうございました。宮さんと申します。はい、そうですね。ありがとうございます。お願いします。せ一回、ちょっとぜひ言ってました。 すごい。こっち来られたんですよ。うん。行きます。横で、横で、横で。なるほど、これ宣伝ね。あ、すいません。はい。何枚か、バーってって。2の。1、3、2、1。手書いちゃってるよ。いや、ちょっと。いやいやいや、何枚か、お願いします。ええの。すみません、ちょっと写りが悪くて、最近、本当にそう。とに。笑顔になるかちょっと待って。はい。1、3、2、1。こっち側いきます。三二一ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。 森先生がぜひ言ってました。うん、ちょうどぜひ千秋さんとみんなさんなんか飲みたいなってことで。ああええ。なるほど。ええ。え、キに来てくれるんです、いつも。えー、えー、パーティーに。ありがたい。